ってみたいと思います。作ったことないですけど、まあチャレンジしてみたいです。で、ごま油で、あまりそんなに使いたくないのでね、ぐちゃぐちゃにします。おー、いい音がしますね。できた。よし。これはですね、材料です。の牛肉と玉ねぎとじゃがいもと人参とこんにゃく、あとはピーズです。このサイダーを鍋に入れます。こんにゃくが落ちました。もったいない。こんにゃく大好きです。作ってるよ。ない？うん、そうだよ、サイダー使ってる。うん、じゃあ待ってるよ。肉じゃがの味です。すごいでしょ。お好み焼き作ってみたいと思います。じゃあこっちにあるのはキャベツとほうれん草と人参です。じゃああとはもちろん小麦粉を入れて、まあどのぐらいかわかんないので、直接こんな感じかな。そして、まあ、卵もね、入れます。これは金の豆腐です。入れちゃった。じゃあよく混ぜて溶かすと、こんな感じです。あとはおろし生姜。今はですね、いいこと思いついた。青汁を一袋入れちゃった。
構残ってた。はい、こちらは小さい方でとチーズをかけてみた。そしてこれはちょっと大きい方です。でもちゃんと焼けるかな。まだ柔らかいので繰り返せないよ。あいませよ。오늘어이김치를만들싶어요今日はおいきゅうりキムチを作りたいと思います。こんにちは皆さん。今日はちょっと韓国語をしゃべりました。イエイ。水分たくさんあるから取らないとキムチが水っぽくなります。あのですね、普通は人参とかニンニクとか大根も入れますけど、私大根を買うの忘れちゃって、だから私の好きな紫のキャベツ入れたいと思います。はい、じゃあこれを待ってる間、もうほぼできてるけど、待ってる間に明日の晩ご飯を用意しておきました。とこれは豆腐と、その下は豚肉と、上は人参で、とこのソースに味付けておいています。これを冷蔵庫にしまっておきます。そして明日焼いてる時はニラも入れます。出た。それはキムチにいらないからね。はい、キュウリとキャベツを絞って、そして他の材料と全部混ぜました。じゃあここで実はこれがありますけど、まあニンニクももう入れちゃったから、まあちょっと自分の味付けもこれとともにしたいと思います。唐辛子ペーストこんぐらいでいいかな。あとはおろししょうが、こんぐらい。じゃん、年号数ちょっと入れます。キムチの素を入れます。ブラ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 、へへ。ちょっとだけ自然解凍してるコーンとハットグロール、あとはチーズ、あとはマヨネーズ。はい、このパンにちょっと開けて、今から焼きます。3分ぐらいかな。ちょっと焦げちゃったかな。キューピークォーターのマヨネーズです。はい、完成です。